グエンチ民会、またはグエンティ民会は、ベトナムの革命指導者であり、1930年代のインドシナ共産党指導者である。革命準教者として、ベトナム共産党に検証され、現在も多くの町に、彼女の名が冠された道路や学校が存在する。1910年1月1日、ゲアン・ョービンのビエン・イエン村に生まれる。誕生日については、諸説あり。 ベトナム女性連協会のウェブサイトでは11月1日、大団結新聞では9月30日とされている。父親のグエン・フイ・ビン、通称ハン・ビンは、ハノイのニャンチンのモック村出身の人物であり、ビンで、公務員を務めていた。母親は、ハティン・ショウドクトーケン・ドゥクトゥン出身の小売人、ダウチトゥーである。1919年、民会は、ビンのカオス・アンズック小学校で、 クオックグーの読み書きを習った。1927年には労働運動に参加し、ベトナム共産党の前身となる、新虎シ革命党の共同設立者として名を連ね、その後執行委員会のメンバーに選出された。1930年に民会は香港に赴き、当時、現愛国と名乗っていた、ホーチミンのコミンテルン局党支部での秘書となった。 翌年、民会と法は互いに惹かれ合う中となり、結婚を計画していたが、民会が破壊活動の容疑で英国警察に逮捕され投獄されたため、二人の仲は引き裂かれた。ほとんど知られていないが、いくつかの研究によると彼らは事実上の結婚状態であったという。一部の歴史家は、二人が正式な結婚式を行うことなく、夫婦として生活していたと主張しているが、 現在のベトナム政府は、ホーチミンは、その生涯において、誰かと恋愛関係にあったことはなく、結婚もしていないとしている。1931年から1934年の間、民会は、香港のイギリス政府によって投獄されていたが、1934年には、レ・ホン・フォンと共に、モスクワでの、第7回コミンテルン世界大会に出席している。後に、 民会と本は結婚している。1936年、民会はベトナムに戻り、サイゴンの共産主義者たちの指導者となったが、1940年にフランス植民地政府に捕獲され、翌年に北門で銃殺された。弟のグエン・フイズンは、心臓病を専門とする医師であり、大学教授でもある。ホーチミン氏の長来病院の副所長を務めていた。彼は、 死の本のほか、医学や人文科学に関する書籍を多数執筆している。妹のグエン・チクワンタイも、ベトナムの独立運動の活動家であり、ボーグエン・ザップの最初の妻であった。1944年1月29日に、ロビン療養所で死亡した。夫の本は1939年に投獄され、後に、虎の檻と称された。 コンソン島のプロコンドール刑務所で1942年の9月に死去した。本との間にできた娘は1939年生まれのレグエン本民である。1954年に中国に留学し、後にソ連で機械工学を学び、帰国後にはベトナム共産党の研究員として働いた。1976年からホーチミン氏の党員となり、 1995年まで、勤めた。ありがとうございます。